コールドウェル軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1132人であり、2000年の1560人から4.1%減少した。軍庁所在地はコロンビアであり、同軍で人口最大の町はクラークスである。軍内には3つの町があるが、軍民は田園部に多く住んでいる。 コールド・エル軍堺の標識コロンビア郊外のマーティンホームプレイス博物館。コールド・エル軍はもともと片方ラ軍とアシタ軍の一部だったが、1838年3月6日に現在の領域で設立された。初期開拓者は1803年のルイジアナ、買収直後には入ってきていた記録がある。軍庁所在地のコロンビアは1827年に、 ワシタ川の自然の渡し場沿いに設立された。ワシタ川はその自然美で国内に知られた。ワシタ川によってその東はデルタ地帯の農地と湿地、西側は松林の多い丘陵に分かれている。1800年代、コロンビアは木材や綿花を運ぶための蒸気船の停泊町になった。林業と農業は現在でも軍の主要産業であり続けている。コールドウェル軍は 地形や植生が大変多様であるので、コッペンハーゲン近くには1000エーカーの保護地がある。ここは自然保護局が運営しており、各地から植物学や考古学に興味ある者たちが集まってきている。ルイジアナ大学モンロー校は、ヒューベンド近くに100エーカーの屋外教室があり、もっぱら樹木の分類に使われている。アメリカ陸軍公兵司令部もロックダム道路沿いに、 やはり屋外保護地を所有している。川、湖及び、バイユーのある広さ6万5000エカーのビーフ、野生生物保護区は、狩猟者や釣り人を引きつけており、あらゆる面で、スポーツマンの天国になっている。コールドエル群では1956年から、ルイジアナ芸術とフォークフェスティバルが開催されている。毎年10月第2週の週末に、コロンビアのメインストリートで開かれており、 数百の絵画工芸品、娯楽、料理が楽しめ、コールドウェル軍の歴史と文化を祝っている。このメインストリートにある歴史あるシェピスビルディングは、ルイジアの美術館となっており、巡回展示を行っている。またアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。マーティンホームプレイス博物館は、1816年に特許された。 スペインの土地2878年に建てられた農家であり、軍の豊富な文化史を表す人工物や記念品を展示している。この建物もアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。毎年6月に3日間開催されるライオンズクラブチャンピオンシップロデオ大会は、州内で最も長く続いているロデオと認識され、 毎年有名なロデオホットドッグが1万5000本以上も消費されている。世界最大の4輪駆動車によるデーチ走行大会であるモレンコシッチマットライドが毎年6月の第1週の週末に開催されている。国中から軍北東部のヒーバートにライダーが集まってくる。行事の収益はウィッシュアイクッド財団に収められる。コールドウェル軍は学校の活動を 学業の成績面でも運動面でも誇り支援ししている。友好的な場所として多くの教会を中心とするコミュニティがあり、人々は積極的なやればできる精神でいる。子育てに理想的であり、マラコ教と呼ぶに最適な場所である。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は541平方マイルであり、 このうち陸地529平方マイル、水域は11平方マイルで、水域率は2.09%である。コールド・エルグンズ以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コールド・エル軍教育委員会が地元の公立学校を運営している。小学校3校、中学校1校、高校1校がある。ありがとうございます。